さよなら原発つくばアクション&パレードアピール、東海第二原発を廃炉に、福島第一原発の過酷事故は原発の安全神話を完全に吹き飛ばしました。高い技術と五重の壁と言われた安全対策を誇ってきた原子力発電所でしたが、実は使用済み核燃料や高濃度廃棄物の処理技術もなく、事故が起こった時の対処として十分な配慮も準備もなく、事故処理対策の技術もないままに運転されてきたものであることを白日のもとにさらけ出しました。その上、国も電力会社も不都合なことが起こればそれを隠蔽し、平気で嘘を並べるものであることも明らかにしました。この事故は膨大な放射能をまき散らし、今も地球上の大気を、海を汚染し続けています。今や私たちは自ら被爆しただけでなく、近隣のアジア諸国の人々をも被爆させることになりました。こんなことはもうたくさんです。だからこそ私たちはこの茨城県に住み、命を育むものとして東海第二原発の廃炉を強く求めたいのです。創業開始からすでに33年を超えている東海第二原発は、東日本を襲った巨大地震と大津波で大きな被害を受けました。外部電源も非常用発電機も地震で破壊され、冷温停止まで3日半、まさに危機一髪の状況が続きました。その後、東海第二原発は定期点検に入りましたが、点検中の今年1月までに火災事故が5件、水漏れ事故も起き、安全とは程遠い状況にあります。東海第二原発は日本の原発の中でも最も人口稠密地域にあり、原発から30キロ内の人口は約100万人を超え、首都圏までわずか110キロ程度しかありません。ここ東海で過酷事故が起これば、東京は放射能に汚染され首都機能が失われてしまいます。日本の原発は茨城県東海村から始まりました。東海村には再処理工場や高速増殖実験炉もあります。この東海村の原発を廃炉にすることができれば、それは必ず54基ある日本のすべての原発を廃炉にさせること始めになります。たくさんの茨城県民が手を取り合い、東海第二原発に脳を突きつけ、その廃炉を勝ち取りましょう。以上、 3.11 から1年後に集った私たち集会参加者の意思として確認し宣言いたします。2012年3月11日、さよなら原発つくばアクション&パレード参加者1